はい、はい、始まりましたよ。ランディ王様のウィキペディアって書いてるのに、ね、ランディ王様さんがまたもやらいらっしゃらないですよ、ね、どうしますか。でもね、最近はね結構ね、うん、いい方です。そのちょい前くらいがね全然ちょい前、半年前くらいがね、トマシさんが来る前くらいはねもう常習犯でした、ね、30分間全部来なくて、うん、カイトさん一人で喋ってたけども、なんか聞いた話ですけど、途中であまりにも間が持たなくて、途中あと誰もいないところをずっと流してたって聞いたことあるんですけど、ね、途中で帰ったんでしょ。もうね、そんな1時間に1人で大変だから、大変だから、まあ、それはそうですけど、まあ、ラジオとかそういうのはありますからね、頑張っていかないと。僕はもうじゃあ今日は3人で頑張りますか。はい、頑張りましょう。ニコナイツ、ニコナイツ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、はい、まあ遅刻じゃないですか、言うても皆さんも、まあ皆さんもでも人生で、まあ、僕が仕切っちゃっていいんですか。いいと思う。トマイさんが仕切ってます。仕切り屋さん、まあ、今日は、まあ、遅刻とかやっぱあるすることあると思うんですけど、皆さん遅刻の時のこうなんか言い訳とかで、今までこんなこと言いましたとか、あるいはあのこんなこと言ってるやついましたみたいな、 あるあるエピソードあります。あるあるエピソード、別にお腹痛かった。いや普通じゃないですか、素直な感じでお腹痛かった普通じゃないですか。でもね、で無駄になんかね理由つけるよりね、うん、もう素直に寝坊したとかいう方がね、まあ本当はその方がいいですよ、いいと思います、うん、いや俺も、あ、じゃあ俺もありましたよ。でもすげえ、もうあの先輩後輩があの待ち合わせしてて、俺あの新宿駅で待ち合わせしてて、うん、そいつ、はいはい、渋谷に住んでたんですよ、うん、でどう考えても遅いなと思って40分以上遅刻して、お前どうしたんだって聞いたら、あのすいません、あの絶対ありえないですよ、そいつだって。あの山手線の内回りと外回り間違えて、あの恵比寿からこう回ってきたんで時間かかりましたね。なわけねえじゃん。あ、でもそれは面白いな。品川とか東京行って、うん、ちょっとギューって回ってた途中で気づくでしょ。電車で寝過ごして回ったんじゃなくて、そもそも逆だったとか、そんなありえないじゃないですか、そんなもん、うん、でもよう思いついた。思いついた、うん、どっちが内回りなのって未だに分かんない。あれ俺も未だにそれは分からないんですけど、うん、なんかないですか。いや困ったとか言ったことないですか。だっていつも寝坊したか使えない時もあるじゃないですか。怖い先輩で寝坊したって言ったらやべえよ、しばかれるパターンやなとね。何か言わないと、電車が遅れたとか、まあ、なんかすぐバレる嘘でも言わないとってないですか。何やろ、何か面白い言い訳はあったかな、うん、面白い言い訳はあった。そういうのはそういうのは得意なのは、うん、T っていうのが T? あー、うちわかった。分かった分かった。 T は得意だけど、そういうの、うんうんうん、そうやな。それは常習犯、常習犯ですね。いろいろそういう理由をね、もう、はい、ね、いろいろ使いこなしてる。確かに、そうですね。そうやね、なんか誰か死なしたらいいんじゃん。死なしたらいいんじゃん誰か死なしたらいいんじゃん。まあおばあちゃんだなんだとか、そう、死んでみたいな、よくありますよね。そうそうそう。いやこれでもこれ思うんですけど、でもおばあちゃんとか お年寄りは大切にしなきゃいけないじゃないですか。なんでそこで優しくなったの。お年寄りは大切にしなきゃいけないんで。ドマイさんなんかおじいちゃんっぽいですもんね。おじいちゃんっぽいですもんねってそういうわけじゃないですよ、まあ、おじいちゃん、うん、そうやな、ちゃんちゃん子に見えてきます。そう、これがなんかさね、あるよな、こういう、もうちゃんちゃん子です。ちゃんちゃん子じゃないですよ。キタロウなの。キタロウじゃないですよ。あのなんか投げるとあの敵の顔とかに絡みつくやつじゃないですよ。ちゃんちゃん子です。違いますよ。しのさんはグラドルとモデルやっております。何をしてる。おお、はい、明日から伊豆行って DVD 撮ってきます。あ、伊豆ね、ね、伊豆、ね、初めて行くの伊豆。お、伊豆はね、俺の地元なんですよ。いやね、伊豆らしいよ。はい、そうだ、静岡の伊豆です、うん、知ってますよ。着エロちゃうわ、はい、普通のやつよ。グラビアと着エロどっちって、ね、でもね、それはややこしいんやね。着エロはなんか、こんなんとか含めて、何え、こういうおもちゃ、何これ、
こういうのもちゃう。六本木の昔の六本木のあれやん。いやー、こういう風に動くやつや、なんか言われへんけど、こんなんとか。はい。セットは、いろいろあるよ。まあなんか普通の水着の、なんかキャッキャしてるやつだと思います。うん。チャクエロ。チャクエロ。なんか、ややこしいよな、でも。グラビアの子がチャクエロやったりしない？あ、でもそういうパターンはあると思う。うん、一応ステップアップ。ステップアップ。ね、その次は何なのやろ。チャクエロがちょっとハードになると何じゃ。チラ系じゃないですか。チラ見とか。何チラ？チラッと見える系の映画じゃない。チラ見。チラ見。チラ見せか。そのね。チラ見じゃなかった。チラ見せね。チラ見だったらちょっと違うから。女の子そういうのが。いやいやいや。そのグラさんみたいな。グラさんみたいな。そういうのが好きなんや。そういうのはでもいいですよね、あの。ねえ、あ、まあ、ちゃんと見せるよりも着色よりもそっちの方が今は好きってことです。ギリギリのそういうのしかも監督の意図が感じる。監督やりたい。アングルとかでこう、あ、なるほどね、そう来ました。やればいいじゃないですか。俺もそういうなんか分析したいですよね、そういうのちゃんと。俺は分析したい。あくまで、ね、感情的にそういうの見ない。あれや、チラ見せ研究家どうでしょうか。そういうの分析するの好きそうな人。好きそうな人です。好きそうな人ですか。好きそうな人ですかって、はいそうですとしか答えられないから、好きそうですかって聞かれちゃったら、好きそうなですかって聞かれた。ああ面白い。爆笑好き。そう、ほらスリーサイズとかも記憶するんでしょ。ええー。スリーサイズ。スリーサイズ。あの好きなグラビアって、はいはい、聞いててなんか、うん、な聞き流したふりしててなんか OK だと。ちなみにドンマイさんのスリーサイズ。下から下から行く感じか。下から行く。下から14.7。あ、チンコなの。あ、そっち。はっきり言うと思って。あかんのちゃう。あ、それ、あ、それで。さすが分析が好きで。分析したんすか。自分の。測ったことないけど。いや、嘘。いや、嘘。どうやって測るの？定規がまずなくない？え、なんかさ、ちょっといい？それさ、こうギュンってなってる時か、シュンってなってる時か、どっち？ギュンってなってる。ギュンってなってる。あ、そっち。これはどんかい？これ 14.7 以上はありますか？多分 14.7 以上。いや、それくらいだと思うんですよ、14。これ、あ、じゃあドンマイさん今回な。そう思うとなんか飲みたくなかった。いやいや、自分で言ったら。ブエってなるの、ブエって。いや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 、そんなことないですよ。何が？そんなことあるか。そんなことはあるか。太さこんだけあったら半端ないよ。黒人やん、そんなそれいらない。いやよ、それも変じゃん。黒人だから全部そのね丸太なわけじゃないじゃないですか。丸太って。黒人でもコンプレックス持ってる人いると思いますよ、多分。世界一でかいチンコとかの AV 見たことあります？いや、俺ないですね、それは。何かそれ聞いたことある。あ、でもね、すごいのは世界一、うん、座面を大量に出すのっていうのがいるんですよ。なんなんそれ。金玉が超でかくて気持ち悪い。 でかすぎるが上にサルエルパンツしか履けないっていうね、人がいるんですよ。まあ半端ない。そうなんや。もう これに書いてる。これ以上で絶対嘘。いや本当に。マジで。びっくりっす。うん、いらっしゃいました。あ、来ました。危ねー。危ないじゃないですよ。今ね、今どういう話してたか聞いてました。いや、知ってますよ、はい、いやもう、いや、一理ありますね。一理ありますね。うん、やっぱり。今ね、世界一ザーメンの出る黒人の話した。いや、最悪やな。あれ、何話してるの？よくその、知ってるけど。あれすごいっすよね。これ以上出ますよね。あれは本当に汚いからやめてほしい。あの話はびっくりするよ。出ないですか、この画面の左下ぐらい。だからカオスさんとかね、パンツとかそういうのたくさん持ってるから、ね、あ、ゆるい。あ、サルエル的な。そう、玉が袋でかくても、うん、人に。何を言ってるんですか。だからその世界一の人、金玉は超でかい。いや、世界一、その本当に汚いから、まず本当に汚い。うん、あれは本当に汚い。へえ、気持ち悪い。これはすごいっすよ。うつむきかげで語ってますね。語ってないよ。本当にあれは汚いよ。最低野郎だな、カイトは。
結局海人なんでその話になっ違うなんかね、スリーサイズの話になって、ドンマイさんがなんかチンか下から下から 14.7 とかそっちかよみたいなね、 14.7、はい、マックスですよもちろん、えマックス 14.7、 え測ったの、いやむしろ逆に聞きますけど男は測るでしょ絶対、測んないでしょ一緒に 1,2 度は測る時ある、俺も、ね、測ったことないマジで測ったの、いやマジで測る、いや汚いですよ、いやこれは絶対みんなやってますもん、いや測んないから、あ、うん、絶対思春期に、どういう思春期の時に絶対測るはずですよ、どういう経緯で、いやなんか測りません、いや測んないよ、あの悩んで、なんで定規が、いや定規だって思春期とか要は学生時代はなぜか定規ってあるじゃないですか、いや定規はあるけどもその立った時に定規を出そうって思わない、立った時に定規を出そう、定規を先に出しておいて、いやバカでしょ、定規が先かバカ余計バカだよ、立つのが先かみたいな、余計バカでしょ、ニワトリが先か卵が先かみたいなのと一緒ですよ、だから余計バカだな、思春期の男なんてバカじゃないですか、いやいやバカなのとそのバカなことをするのとはまた別問題だ、別問題ですけど、いやそれは本当に汚い、え平均はいくつなんでしたっけ、平均は日本人の男性で 14.1 いやそれをね知ってるのもまた腹立つわ、何なのこれ、でもその僕らがそのなんで知ってんの、僕らの頃の時代のデータの多分今もっと皆さんその要はあの食事が西洋人化してるから多分もうちょっと今は多分もうちょっと多分上がってると思うんですよ、昔の情報なんだ、昔の情報なんだよこれ、記憶力がいいな、あそっか、じゃあそのえいくつぐらいの時ですか、でも16、17ですねリアル、だから16とかの時に、はい、自分はもうその、でかいって思ってたんですね、いや、でかい、いや、じゃなきゃ測らないから、だって知らないですよ、平均まで調べないから、うん、でかいかどうかを、そういうことですよ、16、7でもう、あ、そうか、その回が、うん、でかいと思ってたんじゃなくて、悩んでたんですよ、いやいやいや、違うな、これはでかくて悩んでた、平均値まで知ってるってことは絶対そうだ、いや、だって、そ、だって調べて、それは調べます、だって自分一人だけ知ってもっても意味ないじゃない、他人と比べてそれは調べるってみんな知らないわ、調べみんな知らなかったわ、知らんそっちの方が気持ち悪くしたんですか、自分らだけを測って自分の数値だけを分かる、そっちの方が気持ち悪いじゃないですか、いやいや自分の世界、どっちみち気持ち悪いから自分の世界に閉じこもって、どっちも気持ち悪いどっちも気持ち悪いもう測る時点で気持ち悪い、あの頃はだってまだ Facebook とかそういう YouTube とかもなかった時代だから、なかった時代に調べたんですか気持ち悪いどうやって調べたの、どうやって調べたの、あの頃はまだそのインターネットでもなかったから、パソコン通信とかって知ってますよ、昔のそこまでして調べたの、要はそのネットは今画像とかもパッパパッパ出ますけど、もっとゆっくりしたもので、あの文字しかないみたいなインターネットですよ、要はその掲示板とかで調べたの、そう調べて 14.7 という自分の数字をどうなの、それ以外に何を調べた、そういうことばっか調べた、そういうことばっかではないですよいろいろやりましたよ本当に、あの頃はまあ、やっぱ僕出身がやっぱちょっと雪寒い国なんでしょうがないですよ、そういうなんかやることがないんで、やっぱ雪冬はやることなくてじゃあ家のカオスになって寒い、やることないにも程があるですよ、なんかなさすぎて調べてしまう、すげえな、いやしえこれはいや変だし俺だけじゃないですよ、その誰か一人調べると当然それはあの、うん、広まってるじゃないですか、あえマジお前そうなの、いやだから、うん、すごい少ない人種の話ですから、それは自分だけじゃないですよ、いますけども、それはもうすごい気持ち悪い種族の種族人種の人たちの話ですから、うん、仲間はいっぱいいますよ、気持ち悪い人いっぱいいるんだから、分かんなかったですって、仲間、ね、その頃まだ SNS がなかった時代なんで全然分かんなかったですよ、自分がどういう立ち位置にいるのかが全く、なんであれ雑誌とかなんだっけ、メンズエッグ、あれから情報、まあ、あれくらいしかなかったですよね、あの頃はホットドッグプレスの、 あの夏の、あ言えばもうすぐ、ね、自分しのちゃんも出るんですよ、メンズスパ、あメンスパ出るよ来月、すごい、うん、メンズスパイダーのエロいコーナーに出る、エロいコーナーちゃう普通のコーナーよボムとか買ってたんですね、増刊号の夏と冬に1回ずつボムとか切り取って、アップル通信とか切り取って、デラベッピンとか
汚い。本当に汚い。面白い。デラシャベティっていうのがあった。買う買わないじゃないですよ、だって。もうタイトルだ。あと河川敷ですよ、河川敷やっぱり。ね、河川敷でやる。なぜか、いや違う、なぜか落ちてるんでしょうね。その大量に、捨てた人も大変だと思いますよ。あんなとこ車が通れないような細い道を通った奥の先にあるんですよ。なんだこいつ。そこは拾って。はい、だからよく、何この人。雪、何よ。要は田舎の人によくあるじゃないですか、あの、秘密の松、ま。まあ、松茸って下ネタじゃないですけど、松茸が生えてるポイントをその代々伝えるみたいな。いや、日曜の終わり際に何を喋ってるか分かってるんですか、本当に。いや、全然カメラの前ですけど、いろんな人がノンアルコールで見てる目の前で何を熱弁してるかって考えたことあるの。いや、違う、だから青春を語ってるわけですよ、かっこいいこと言えば。どんな格好してるのかって自分見つめ直したことあるの。いやいや、見つめ直してる。何これ、サングラス2つでバカじゃない。いや、バカじゃないですよ、これ違う。いや、いいでしょ、じゃあこういうバカでしょ。じゃあこうすればほら、一つに見えるじゃないですか。言うても確かに1年が終わろうとしてる時に。そうそうね、そうそう、もう1年も終わった。なんでセンチメンタルになってるんですか。入河川敷っていう。いや、あと河川敷だと、はあの引っ越し、廃屋ね、廃屋。下唇突き出して何。下唇は突き出してなくて、これがこれが俺のノーマルなの。ノーマルでこれなの。マジで大丈夫ですよ。ノーマルで突き出した感じなんです。1年の終わりを何も、今年もじゃあ下唇口出して1年終わろうとしてるか。いや大丈夫、そこは上唇も突き出してバランス取りますよ、じゃあ来年からは。下唇は普通にこうなんで、上唇は意識して突き出しますよ。それも病気だよ。いやいや、バランス良ければ、バランスですよ。バランス良かったっていう。両方危険は、それも危険だよ。危険と言うのダメです、まうん。もっと言っちゃいけないこと言ってるじゃないですか。ね、CM ちゃん。ドンマイさんの1週間、今週1週間、まあ、いろいろありました。やっぱり月曜日から日曜日まで。あ、まずじゃあ月曜日、月曜日ちょっと待ってあの何を調べるの。俺あれなんですよ、家計簿。いや、あのさ、はい、何スマホにロックかけてるんですか。家計簿ですよ。今時気持ちが悪い。今時ロックを。いやいや、誰が見るんだ。いますよ、うん。いやいや、気持ち悪い。ロックの手つきが慣れてるのが気持ち悪かった。見えてね。うん。あ、一緒。何をロックかけてる。誰が見るの。いや、見る人いますよ、多分。いや、見ないから。何の情報が転がってんの、このスマホに。あの、僕の家計簿とかで。汚い。その14センチというメモしかないでしょ、だって。いや、それはもう覚えてるからメモ取ってないですよ。偉いですね、お前さん。ちゃんと家計簿とか作る。家計簿で。月曜日物差しアプリとか入れてんですよ。入れてないです。どういうアプリですか。これで測ってると汚っ。汚くないですよ、まあ、今実際今どうなのかは分かんないんで、じゃあ後で、まあ、今は Facebook だ YouTube だ、何が後でアップできますからね。やばいですね、やっぱちょっと月曜日あのパンを2個買っちゃったのはちょっとやりすぎたかなと思います、ね、何の話。いや、その今週1週間やりすぎた。パンを2個買うとやりすぎな。何を言ってんの。何でなん。そんな節約生活。やっぱ一個にしなきゃいけないなと思ってね、多分。何の話。いや、だ今週1週間の反省よとかってさっき言われたんで、家計簿から見るあの
今週間の刺繍帳を絡みる反省とか、そういうことちゃんと書いてあるの、メモってるんですか。そのこのグラさんはどこに引っ掛けてるんだよ。いや、なんかうなじです。うなじじゃねえよ。うなじに引っ掛かんないだろ。2個点があるんだよ。なんかうなじに引っ掛けてる。あ、じゃあ火曜日は火曜日は火曜日これですね。ちょっと 洋食をお昼食べたんですけど、これちょっと915円なんで、ちょっともうちょっと節約してくれよかったなと思い出して、ちょっとね、1000円くらい。面白い。この日ビタミンレモンをちょっと飲んでますね。シーセンみたいな。どうでもいい。バカなんじゃない。いや、よくめ汚っ。いや、汚くはないでしょ。ちゃんとしたアプリですから。何、いや、アプリのせいにしてないわ。アプリにメモってる自分が汚いって言ったの。アプリは綺麗だ。すごい細かい。あと木曜日にコンビニスイーツを買ってしまった。だね、マジでパンとかチョコレートを買えてる。コンビニスイーツ汚ね。いや、何がお前ごときがケーキスイーツだよ、バカ。173円の、これ覚えてる、セブンイレブンの、もういいよ、いや、マジで汚い。汚い。じゃあ、ちょっと安めのあれだね。いや、臭くはないでしょ、これ。臭くはないですよ。スマホ臭っ。スマホから。スマホとか、いろいろ、一番バイキン、ね。牛乳とかどうでもいいでしょ。いや、牛乳大事でしょ。毎日ちゃんと飲んでますよ、カルシウムとか。骨を丈夫にできるやつですよ。ああ、どうしよう。いや、ちゃんと牛乳飲まないと。ちゃんとあれですよ、体には。何をメモって。じゃあ先月はじゃあもう合計出るんで。合計出ますね、先月。先月どんぐらい使ったんですか。先月はね、21万2509円使ってて、収入が22万円なんで、なんとか黒字で終わってます。黒字で家賃とかヒーター使った。そう、なんか家賃とか混ぜたらそれは20何万いくでしょ。ああ、じゃあ、意味ない。食費どのくらい使いました。食費3万超えたら罰金ですよ。バッキーなんやったっけ。食費って平均どのくらいやん。食費をなんか分からんよな。分からん。外食とかしててもう分かんだ。食費これか。定食3万でも3万バッキーですよね。うん、3万くらいが出ないやん。なんだそのアプリ。いや、出てますよ。出てる。いいっすね。家計簿しか出ない。家計簿アプリっていうのはあとこの期間を1ヶ月間とか、それで普通1ヶ月でしょ見るの。誰が 1.5 ヶ月で見るの。あ、バカだなそのアプリ。いや、バカじゃないです。アプリをバカにしちゃダメ。当たりじゃねえ。アプリはバカにしてねえよ。アプリっていうものがあったら俺は尊敬するよ。いや、新しい我が社のアプリです。だから俺は新しいな思って尊敬するよ。アプリをバカにする。アプリですね、はい。いや、出ないやん。1ヶ月単位で出ないってバカでしょ。いや、そう、デフォルトが全部期間になってるんですよ。デフォルトが面白すぎる。去年じゃねえや、先月の、食費ですけど、まず定食を1万2000円分食べてます。あ、定食すごいね。定食で3分の1。定食で1万。いや、もうあと2万ね、切ってるよ。これはその要は外食した時っていうことだ。なるほど。食材何定食な。和とか洋とか。いや、それしかねえよ。ざっとかないで、食材に6500円使ってます。これは夜作った時は俺買ったの食材っていうパターンで。あと何がじゃあ食になった。あとで調味料と牛乳と、うん、3万切るんじゃないですか。ここで1万8000円ぐらいですよね、今。だってもうでかいの2個ですから。ちなみに食材は何、家で何を作るから。これ鍋とかやってるから。今鍋とか作る。家で鍋やってる。あとおにぎり。何おにぎりの項目。おにぎり8000円。コンビニとかで。これで2万。おにぎりが2万。おにぎりの、おにぎりを足して2万。項目、何それ。コンビニとかじゃないの。あそこはちゃんと何を食べたかが大事。いやいや、確認して。それ小分けしたとしても、それまとめた項目でおにぎりって効率悪いでしょ。ちょっとこれ無料版なんで、それをその自動でやってくんないですよ、なんか。いちいちやんないといけないんで。あとお茶で4500円使ってますね。
時は紅茶、お茶大好きや、ペットボトル的なやつで作れよ。いや作ってますよ、作ってますよ。じゃあ今度持ってきます。なんで4000かかってんすか。僕バイトするときに、あのちょいいっすか、これ長くなりますけど。いや、じゃあいいっす。じゃあいいっす。でこれ25,000円。あでも3万円お茶代がすごい。そこなんだよ、そこ変えればねすごい。おにぎりの4倍お茶に使っててバカか。お茶それどんな割合だよ。お茶作ればすごい節約になります、ね。いや作ってます、作ってます。作っても足りないんですよ。100円だとしても 500ml ですよ、おにぎり1個で。それなのに4倍使ってるって。それ暑い時期だからね。なんで、ね、そうそう、消費が。いや、おにぎり1個に2リットルのお茶飲むバカじゃないの。あと 牛乳がもうおにぎりいらないでしょ。牛乳が1058円ですか。いやもうお茶4リットル飲んでたらいらないでしょ。いや牛乳お茶4リットルってそれだけじゃないですよ。あのそれはペットボトルのお茶を買った時ですか。これあとさらにあのか夜間で煮出すやつですか。あのだったらもっと大量のお茶を飲んでると思う。俺1日2リットルは飲んでますから。汚ね。汚くはないでしょ。お茶はあの口臭とかも予防なんですよ。カテキン、カテキンさんは、カテキンさんは。お茶飲みすぎでしょ。いやいやいや、全然大丈夫ですよ。で、トマさんお茶と牛乳ばっか飲んでるってこと。お茶と牛乳ばっか飲んでるとすごいやっぱりね、病気もしないし骨太になりますから。じゃあコーヒーばっか飲んでるとどうなの。コーヒーばっか飲んでるとあの寝不足になりますよ。なんで、なんでコーヒーばっか飲んでる。寝れるけど寝れないですよ。寝不足にはなるよね。金配り、じゃあ結局3万切ったってことですか。多分切った。あでも調味料もあと買ってるから。たかが知れてるでしょ。でもだから3万ギリギリぐらいだと思いますよ。ありました。もうちょっとちゃんとその検索の時ちゃんと引っかかるようにします。これだってあの無料版だから。本来かなり思考が少年だねって書いてある。思考が少年だね、うん、あやっぱ好みとかそういうやつ。好みとかじゃない、あ考え方の方の思考。考え方っていうか多分知能指数のこと言って、知能指数のことね、ああでも嬉しいですね。若く見えるってことですか、ね、いや全然違う。違う、精神年齢のことを言ってるんだよね。うん、まあでもね、やっぱこういうなんかエンタメの仕事をやってる以上はちょっとやっぱり若くない。何がエンタメの仕事。うぜえ、お茶しか飲んでねえくせ。お茶は飲みますよそりゃ。エンタメの仕事。仕事になってないわ、お茶しか飲んでないんだから。でプエって出てきてもお茶飲んで帰って。面白い。これウーロン茶だけど、トマイさんウーロン茶もいいんですか。ウーロン茶でもちょっと胃にすごい優しくないから麦茶とかほうじ茶の方がいいっすよ。どうなんで。僕がいる感覚に投げかけるすべもなく黙り込んだことにされ何回目の錯覚だ笑っていたろうさっきまで伝え込んだため番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。Hey yo, everybody! この動画は夜遊びを楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しなら Night 2。総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送はすべてこちら。パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェケラー。